皆さんこんにちは。病院で毛染めをしている間、少し遅くなりましたが、今年上半期のシネマベスト10をお伝えいたします。このチャンネルでは私が過ごす日常の様子を毎日アップしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今年上半期劇場で鑑賞した映画の数が40本、去年よりかなり少ない数になっておりますが、その中でベスト10を決めていきたいと思います。10個行く前に時点モスクベスト10 3つをお伝えいたします。時点その1、美しき仕事。時点その2、ストレンジウェイオブライフ。時点その3、ウォークアップ。以上3作品がもうすぐベスト10ということになっております。ここから、上半期ベスト10の発表です。ではいきます。第10位、若武者。第9位、チャレンジャーズ。第8位、落下の解剖学。第7位、デッドデッドデイモンズデデデデデストラクション前編。第6位、夜明けのすべて。第5位、関心領域。第4位、ルックバック。さあここからいよいよベスト3でございます。第3位、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー。第2位、コット始まりの夏。第1位、悪は存在しない。はい、というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。